どうも、イキリンキャでーす。皆さん、ユベントスガチャ引きました？まあ、引いちゃうよね。だって、フェデリコが初 FP なんだから。ということで、俺もフェデリコ童貞を卒業するためにガチャ引いたんやけど、当たったー。おい、そこのフェデリコ外して絶望してる俺をおかずに白米を食おうとしていたそこの前、ふりかけでもかけてろ。タイトルとサムネイルからして女抱けないから天下で抜くみたいな動画だと思ったんだろ。女抱きまーす。まあ、どうせだったら用意していた天下も使って賛美してないということで紹介しましょう。キエザに能力とスキルが似てて、なおかつ指名契約で取れる男、その名もデイオフェイ。決定力はないけどパスのところ買っとって、キック力はないけどその代わり今ドリブル以外のこのボルコンとボールキープ買っとってみたいな感じで、まあまあいい勝負してるんですよね。だから一歩間違えればこっちが裏デュオになりかねないんですけれども、逆足のウェイトに差がありすぎる、所詮無償の小一郎だろお前は、一郎してかかってこい。ただスキルに関しては認めてやるぜ、俺のケツの穴を舐めろ。ってことで今日はこの二人のスーパーサブ同時に起用して見極める。どっちが本物、これは拷問、舐めろ拷問、あは。まあお互いスーパーサブなもんですから、前半に関してはサクーってやってきています。はい、もうパンダくらいサクーってね。まあでも初めてデュエルフェイを見た時はなんかちょっと物足りんなとか思ってたんですけど、キエーザ見た後にデュエルフェイを見るとやるなこいつって思いましたよね。しかも今回キエーザが裏デュエルになってしまう可能性がある一つの理由として、やつ今回ライバブで D なんですよ。つまりおおやるやん。ちょっと当たった側からするとあんまりデュエルフェイに活躍してほしくないんですけど、まあでもそこはちょっと平等にね、スポーツチン、あ、間違えた、スポーツマンシップを持ってからね、全力でやっていきたいと思います。はい、気をつけろ気をつけろ、ザカリアで高速切れ、ナイス、縦パス、バレンダ持ってこうか。いやー、やらかしたな、流れていっちまったな。ここもザカリアですね。危ない、君なんとか、あー強いわー。MB 縦行こう、そういうことやな。1点取られたらどうする、それはもう取り返すしかねえだな。ダメだ、やばいな、もう1回やるぜ。そして中にクロスだ、完璧、ギブフォワード、イエー。俺がディビション2で培ってきたイユトボルがまるで通用して、縦パスと、ここで仕掛けることができるか、ドリブルでダブルタッチ、いただいたぜ、いただいていく。はい、というわけで前半1対1です。相手強いです。まあでもサイドの1対1は戦えてるんで、サイドの突破力さえあれば勝つことができるかもしれない。さあ来い、見せてみろお前らの力を。最強フェデリコ決定戦スタートだ。まあ、もしかしたらろくなドリブル突破1回もできずで終わっちゃうという可能性も大いにあります。もう沼は上等なんでね。ザカリアがコースを切れた、助か、あーっとピロリボール渡るかな、渡ってほしい、渡らなかった、絶対ペロリでーす。あははは。いや、よかった。結果的にマイボールになったから。これでウィンガーのどっちが使えるぞ。ここ、ピルロから立って、ギブソイド落として、ベリンガムが走ってきて、ウィンガー使うと、こっちはデュエルフェイですか。デュエルの縦トップ力見ます？いや、早いね、デュエルさん。クロスつけてみる。いや、精度高い、入った入ってない。いやね、やっぱりね、ウィンガー使ってる時どっちあるかって言ったら、今回でもね、クロスなんですよ。だからね、割とデュエルフェイの能力の方が俺にあっとんよな。だから、キエーザがお尻大きくて、デュエルフェイがおっぱい大きいみたいな感じ。ダブラッチなんだろ？ダブラッチがコントロールカメラだろ？おい、ナイスナイス、綺麗、いいぞ、なんだよそれ、もうもうゴミだよこのゲーム。お前らがマイボールって言うからこっちはパス入力したら、なんでこんなこと、じゃあいいよやんなくて。もうこっちもこっちで慣れましたけどね。こいつアイコンヤンコールになれて真ん中やろ、ウエイター。さすがだな、普段見てる YouTuber が誰かよくわかるぜ。助かる助かる、デュエルボール渡って、お、なんかボール持ってからスピード感いいっすね。縦いっちゃうか、いい、ここガチで突破できる感じ。これ、やるやん、デュエルフェイ。これまさか、キエーザを超えていくつもりか。いや、デュエルフェイ、いけるとこに行ってこい。うわ、ダブルタッチの方向間違えちゃったけど、今の突破力なかなかやるな。あれこそまさにキエーザの代名詞のなんか縦に入るドリブルだった感じしませんか。ベリンガを落として、ここでキエーザも参加するか、この祭りに。ダブルタッチの方向が。おい、なんだこのふざけたポジショニングは。今のところデュエルフェイがカメハメハで、キエーザが禁煙剤やで。あんな縦ずかずかボール持ってきるやん。しかもディビション1相手な、ちなみに。これザカリアです。頑張っちゃって。っていうので、いや違う、ここで消えた、いけ消えた、うおー、この推進力、コントロールカーブ、いやー、ザカリアから、ここも立て、で、ギブソバイトが落として、おっと、それでいい、ベリンガゼロゼ、で、デュエルがこっちも出て、ダブルタッチカーブ、おぉ、おー、やりきまらんのか、クソ、え、待て、おい、そのデュエルの方がちょっといいかもしれん、まずい、実際絶好調と好調みたいな感じになってるんですけど、このダブルタッチ入力してからのスピード感がたまらなくいいっすね、こういうとこ重視してるんで、私、リュカル回収だ、パス取れ、キヤー、キエザ取れ、キエザ取ってくれ、お前も縦に速いドリブルがしたいだろ、ピルロギブフォワン、デュエルだ、あ、ベリンガムだこれ。最強はデュエルでもキエザでもない、自由のベリンガムだ、ボール持ってけ、やるだろ、ダブルタッチコンギャオラ。優勝は自由のベリンガム。ふざけたことを起こっちまった、ナルト大佐つけかと思ったらサクラが優勝しちゃった。ベリンガム、デュエル逃がした、これいけるじゃねえか。
ダブルタッチやって、うわっ、いい、あー、やっちまった、マジ、いやでもデブロメロドリブルマジじゃん、しこたまにはしこちいいぞあいつ。というわけで現在の経済選手権ランキングがこのようになってます。ドン、3位経済、2位デール、1位柔道。どうなってんだよこれ。まあ次はさすがに平等するために逆で使っていこうと思うんですけど、調子どうだ、あーやっちまったお前3位になっちゃったから経済の自己肯定感下がっちゃってるってこれやばい、これならさすがにショックを隠さないか、相手はガチガチだ。これ言っちゃえば箱根学園が1位を逃すみたいなもんですからね。後半までなんとか体調を整えてきてほしいところではありますが、前半が始まっていく。君ひボール持ってこ、もっと持ってこ、もっと持ってこ、まだ持ってこ、まだもう折り返します。でこっから縦パスギブフォア打つぜ俺は、ほら当たり見えだろ。今のでウィンガーに乗せてパスを出してたのが昔の俺、ディビジョン1の俺はあそこからシュートを打ってくんだよ。もしかしたらお前後半来るまで試合終わっちまう、終わらないぜ試合は、終わっちまうかもしれねえな。立てくるっしょ、そんな気がするな。ネイマールが後ろから追っかけることによって2対1を作っていけない、いけない、あー危ない。いやマジでね、もちろんディビジョン1やだわ。なんかもう自分より弱い人形をいたぶって楽しんでいたあの頃に戻りたい、土管の上に戻りたい、マジで。エンバペちょっと持ってスロスこっち、おわ、あそこサイド使えたらもう完璧にエスタやる。バレんだ、カラーじゃなくてピリルわかるんだよな。エンバペダブルタッチからシュート打てるっしゃー、いったぜネイマール、落ち着け、キックウィンド、ボール持ってってダブルタッチからのとこ、うまい、僕がゲームのBGM流してくる、わー、これをザカリアがカバーできるかどうかっていうところは肝だと思うんですけど、どうですかね、どうですかね、これどうですかね。ザカリア行き過ぎ、ナイス、味方はこっち、ドモンだったのかお前、あ、ドモン、ドモン、すげえ、ドモンとゴールポストモンが俺の味方してくれてる。というわけで前半は0対1、普通にやってたら勝てそうだ。キエザ、足を引っ張らないでくれよ。気づいたらフェデリコ・キエザ、みんなを引っ張る側から引っ張られる側にジョブチェンジしている。絶不調でありますが、プレイでお前を返上できるか。柔道は引き続き王座を守りきることができるのか、ああ期待です。後半が始まる。ザカリア、ここピルロからスルーパス、いいね、デウロ抜けらしいっすね、これ縦抜けたらあっちいいな、抜けたか横に、いや君引きたいネイマール怖くね。止まります、よいしょよいしょ、この距離感、この距離感よ、前ゲットゲ、ナイス、今日センターバック集中しとるな。ベリンガムこっち縦当てちゃう、でここからメッシがスルーパス、ここでデウロ抜け出す、抜け出せ抜け出せっていう、デイロメルだ、またとデイロメが突破してシュートぶち込む、惜しいデイロ消えた、来た、ここは本気消えた、何をやってるんだ。トラップがあまりにもでかすぎます。これはもともとね、あのドリブル数値あるけどボールコントロール数値ないですから、まあ、ケイザの本来の弱点ですね。これ縦突破ならケイザも何をやってるんだ。お前裏デイロになっちゃう、このままじゃベリンガム中開けで、うわーパス登場で乗らない、ベリンガム戻ります、縦来るけど、ナイス、ザカリアから、これ一発出るでよくないか、そうだな、なかなかいい8対1ダブルチ、いけるー、サッカー広げた、こいつを止めることいない、いいクロスだ、おい出るよ、あいつこそ綺麗さにふさわしい。これはザカリア、弾いとけ弾いとけ、そっちあまりにも頭悪すぎないか、君ひ、ああ蹴って、それでいいね。で、ケイタ回収して、お、ケイタ、お前やられたんだか、やり返さなきゃ、おいおい、待て、いけるのにデウロだった、絶対。ドリブルしたらおそらく早いんだけど、ドリブルに至れねえ、マジで、もう能力値下がりすぎて。全部長が思ったより効いてるわ、これ。ケイタから、一回落として、ベリンガム、で、ピルロからスルーズ、ここ。どうだ、これだったらワンチャンと、あーめー。君ひ上手、ベリンガムがスルーズ、ここ。戦える、ケイタ。お前は、盾だったらお前は、最強だよ、ケイタ、お前、ケイタだぞ、勝て、勝て、キエザー、まるでテウロじゃないか、お前が、あんな状況で勝てないキエザーがキエザーなわけねえだろ、おい、まずいってこれ、決めれるかい、どこ行ってんだーボール向かえや、これ、よし、メッシから、ピルロ経由スルーパス、あー、使いたかったわ、そこ、甘かったね。人間縦に歳児が小さいじゃん、まんなぁ。キエザーナイス、そのためたち、なたまきは弱えや、リュカエルがこれ1対1負けたら終わり。あっぶね、バスナイス、ピルロ、立て、ここはもう、ガチキエザ、デイロに任せるしかない。いや、行ってほしい。ガチキエザやる。メッシ、エビストマジかも。よっしゃー、危ねー、よっしゃーじゃねえよ、よっしゃーじゃ。今現状で一回ずつ普通のデイロと普通のキエザ使ったんですけど、デイロでいい、いや、デイロでじゃない、デイロが、
いい、そうしたい。これぶっちゃけゼフジョの経済に関しては農家みたいなもんなんですけど、まあ、でもなー、まあ、スーパーサブで緩和されているっていうところも加味してな、抜いてほしかったなあそことか。さあ、というわけでこれが泣いても笑っても最後のラウンド、キエーザ。いつまで経っても下を向いてるわけにはいかません。調子はどうだ。普通だー。ここに来てコンディションを完璧に調節してきました両選手。待ってたよそれを。動画的にも非常にありがたい。相手はバッキバキのチンポということでね、頑張りましょう。ドゥ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 、いいパスだね。エンバペ、縦。いけちゃった。ナイストラップスルー。これは、縦行くしかないっしょ。間違いねえな。いつまで経っても中切り込むと思うなよ。よーれー、いただいた。なにそんなバカなことあんのか。サーカリアの空中性強すぎた。すればここ、君から、早い段階でクロスを蹴っちゃう。神だな。ギブフォレイ、うれぇ、これやれぇ、いい加減死んでくれぇ。さあ、とかで前半に勝ったほぼ見せ場なしで0対0で終了。ここで試合の流れを変える人間がいると、このまま沼にはまって負けちまう。誰がいねえのか、俺たちがいるぜ。もう最後に天気予定がもう1億ポイント。こいつが記念選手権優勝者だ。行くぞ、ファイナルラウンド、ファイト。君、いいから中。で、ベリンガムが持っていかない。これは、デュエルフェイチャンスですね。ボール持たせて前に向かせてマスト、ここをなんとか抜け切っちまう。それは厳しかったが簡単には取られんと、こういうの大事ですよね。でキエザボール返しできできた、オッケー。で前に向いてこれ持ってきてるか、キエザいいね、このドリブルの細かさで、ちょっと持ってくるくる回ってこっち向いてダブルスいけるか、うわーこれ無理か。やっぱね、それよくわかんねえ突破力、それ欲しいぞ。グーバルディオのナイス、中入れてベリンガムダブルスで、デュエルフェイがこれダブルタッチでシュートまで持ってければ、あーなれなかった。お互いまだ一歩及ばずといたところでしょうか。いい戦いだこれ。おっちょっちょだな、クロス来ちゃうな、おっちょい。リュカエルでけえ、マジメッシちっちゃい、勝てるわけがねえ。ピルロでかい、お前はすまなかった、全言撤回すればせ。このスペース、このキエザ行くしかない。キエザ信じろ、泣き込め、えっ残酷かうよ、じゃあデュロ、あー惜しい。キエザの功績を横取りしてデュロメイがキエザになろうとしていた。いやー危なかったですね。ああいう感じで決めきれなかったらライバルにチャンスを与えることになってしまいますよ、この戦い。一体どっちが制するんだ。いやそうか、でもちょっとなんかずれちゃったからみたいな、エッジターンも通せちまうか。このボディコントロールさすがやな。ザカリア縦パス、ベリンガムからこっち、ピルロまで渡したい。で縦パスパーンでペドリの裏回転、キエザここパスいけば、うわーなんかちょっとずるいってそれ、何あの通行の店、ごくね、もうキープアウトや、もう借金したみたいになっとるやん、もうあのキエザか。ちょっと待って、大丈夫か、ナイス縦パス、オッケー、でかいですね、このスペースキエザやるしかない、キエザじゃん。俺はコントロールカーブに行けなかったら俺のプレースキル不足、俺を笑ってくれ。きた、これがこれキエザー。いやでもあのドリブルのスピード感のダブルタッチに関しては間違いなくキエザさー、どうならないように決定力勝ち打ってきたのに、あー終わっちゃったー。というわけで第1回キエザ選手権優勝者はデュロベー。